マセマニュースに入る前にマセマの参考書問題集についてお伝えいたします。マセマは完全数学主義です。マセマの参考書問題集の具体的な利用法は次の4つです。 1. まず流し読み。最初は公式や定理の証明など難しいところは飛ばしても構いません。 2,3 日かけて流し読みすることにより本の内容の全体像をつかみましょう。 2. 次に精読。数学にアバウトな理解は通用しません。講義形式の解説文を精読し、また与えられた問題の解答解説も精読して内容を完璧に理解しましょう。 3. そして自力で解く。マセマの問題は全て実力を大幅に伸ばす良問ばかりです。解答解説を見ずに問題を全て自力で解けるようになるまで頑張りましょう。 4. さらに繰り返し解く。一度解けた問題でも本当に頭に定着させ使いこなせるようになるには問題を繰り返し解くことが必要です。この反復練習により本物の実践力を身につけることができるのです。収録問題数が異常に多い参考書問題集ではこの反復練習ができないため、なかなか実力が伸びず数学の学習が難行苦行の数学になってしまうのです。マセマの参考書問題集で学べば高校数学も短期間に確実に楽しみながら大幅に実力をアップさせることが可能です。それぞれの読者の方に合ったマセマの参考書問題集は問題別に提示したサクセスロードを利用してご選択いただけます。マセマのホームページでも閲覧可能です。この後は今日のマセマニュースになります。ぜひご覧ください。日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。今日のマセマニュースは読者の皆様のマセマの本を利用した感想等の YouTube 動画募集のお知らせです。マセマの本をご愛読いただいた結果、成績がどのように伸びたか、大学受験の結果や大学院入試、その他数学検定試験等の結果およびそれ以外の様々な感想等、ご自由に YouTube で動画を発信されている方はぜひ記載されているメールアドレスに以下の内容をお知らせください。 1. 氏名 2. 住所 3. 電話番号 4. ハンドルネーム 5. 職業（0）高校生、大学生、社会人等。 6. YouTube の URL 7. ご希望のマセマの本1冊これらのすべてのデータはマセマで厳重に保管して外部に出ることはありません。ご応募いただいた動画の中から他の読者の皆様にとって有益と考えられるものをマセマニュースでご紹介させていただきます。公表されるのは動画とハンドルネームのみです。動画をご紹介させていただいた場合、お礼としてご希望のマセマの本を1冊お送りさせていただきます。読者の皆様のマセマの本に対する率直なご意見ご感想をいただけることをマセマ一同心より楽しみにしております。